司くんと出会う前、私はファッションビルの中でファッション情報番組のラジオ DJ をしていました。さあ、まだまだ寒い日が続きますので、リスナーの皆さん、風邪をひかないように気をつけてくださいね。家に帰ったらまず手洗いとうがいですよ。これをするかしないかで全然違うらしいですからね。それではまた来週お会いしましょう。 See you next week. Bye bye. はい、 OK です。お疲れ様でした。リョーコ、ちょっといいかな。はい。お前の喋りつまんねえんだよ。当たり障りねえことばっか喋りやがってよ。風邪ひかないように手洗いとうがいしましょうって、お前ババアか。すいません。私は毎日毎日マネージャーに叱られ続け、ラジオ DJ を辞めてしまいました。はぁ、なんか私に向いてる仕事ないかな。あ、これいいかも。今度は声じゃなく映像で伝えたい。そう思った私は、いろんな業界のクリエイターにインタビューをして、その動画をウェブサイトにアップするという活動を始めました。ところが、これもダメか。もう、私には一体何の才能があるのよ。え？何これ？このブログ超面白いじゃん。よーし、私もこの人みたいに面白ブロガーになるぞ。ダメだ、マジで何したらいいか分かんないよ。結局私には才能がないのかな。え？岡崎司って、あの司くん？ねえねえ司くん、一緒に帰ろうよ。心身ともに弱り切ったこの事件に司くんが現れたということは、これは間違いない。私の運命の人は司くんだったのね。へえ、りょうこちゃんもいろいろあったんだね。君の人生もいろいろあったの？え？君の人生もいろいろあったの？君の人生もいろいろあったの？え？もういいです。元ラジオ DJ の、りょうこちゃんの元ラジオ DJ の面影を感じさせるこちらの動画をぜひご覧ください。それではまた来週。